し、始まった。あ、いけた。待ってくれた。よし、できた。おはようございます。はじめさ、世代交代前夜公演って言っちゃってた。はい、今日のあの何テーマっていうのか、テーマか、今日のテーマは、もしチームに入るならどのチームかで、好きなチームはどのチームかです。これは今の今やってはるやつですね。シーンじゃなくて、今の N さん、チーム N さん、チーム M さん、チーム B2 さんでどの公演に入りたいか、どの公演が好きかですね。やっぱ安く変化のまま行ってダメやな。あ、そう、皆さん昨日は声ありがとうございます。で、あやみが入りたいのは、やってみたい公演か。やってみたいのはどの子に M さんが、チーム M さん、こっちなんか基本騒がしい系の、騒がしいっていうかにぎやか系のやつが多いじゃないですか。ああいうの結構好きなんで、ユニットはなんか、ユニットはあの一番最後のやつ、シーズボーンかが好きなんですよ。でもさ、N さんかは右下の目が好きで、 M さんがシーズゴン好きで、 B2 さんはだってあのハトカトリウス好きなんですよ。正直ってか全部の声好きなんでいいんですけど、でもなくなってしまう前に一回見てて出てみたかったなって感じですね。もうすぐ千秋楽ですもんね。どのチームさんも。あと片砂袋ですし、ああ、今あれだもんね、ヘッドセット。どうなんやろ、なんかあれなんかな、なんかあったんかな、スタンドマイクやと。
スムス好きなやつか。どの公演にもさ好きなやつがさ絶対入っ、好きな曲が絶対入ってるからさ選びにくいよね。選びにくいってか選ばれへん。虫っていうならえヌーさんかな、チムエヌさん、チムエヌさん。なんかあやみが好きな、なんやろ、その大人っぽい好きな曲とかが多くて、なので好きですね。まああの1994の雷鳴とか、あとは伝説の魚も私好きなんですよね。これまで同じ前か、そういうことか。そっか、確かにその時は買わなかったもんね。ふみてちゃんも使えるようになってます。収まってきてたね、だいぶ。トゥイトゥイニットか、エヌさんでは、いや、違う、ゲストの悩みはやってみたいな。いや、まあ、やってはみたいかな。うまくできるかわかんけど、臭いものだらけもいいですよね。M さんはチーズゴーンで、で B2 さんは蜃気楼かな、やってみたいな、蜃気楼。その3つ、その4つか、4つぐらいですね、がやってみたい。で自分がそのできそうなのと、自分の感じに合いそうなのと、自分が好きなやつ。自分が大丈夫、そうなんですよ。なんかもうすごいよね、あやみ変えとかないと。これ14日2週間もう怖っ、あっという間やな、もう。怖っ。だってアミタンがさ13歳になってさ、まだまだ全然あるやん、って思ってたね。なんかもう2週間前までやってきちゃった。ヒルイベントもあとね、あと9日ですよ、東京幕張は。幕張はまだ12歳ですね。でその次の大阪はもう11月4日の大阪のやつはもうすでに、はい、もう13歳なんです。すごくない？ちょっとサイズ変えさせるのが、確かにね。だってあれじゃない、結構冠公演、卒業公演、初日千秋楽株多いくない？あやみの誕生日も、リオビの誕生日も、そうそう、そこらへんね。確かリオビの誕生日、誰どっかのチームのあれと被ってたな、あの誰かのチーム初日やったかな、 N さんか M さんかどっちかの初日と被ってましたね。誕生日祝日、そうですよ、毎日毎年毎年
でもなんか毎年さ祝日やったらさ祝ってもらえる人がおらんから学校行かんから、しかも今年に関しては土日と休みやからさ、変わってないのこれ。違う違う。それはちょこの何世代交代ちょナンバーと仕分け大作戦終わったら。切らずにいっか、切らずに15分だけ普通の配信しますね、はい、また新チームさんの世代とかね発表されたらいい。今回どんな感じになるんでしょうね。なんか次のさ、まだ初日向かってないけどさ、そのまだあみたちさチーム入ってないやんじゃないですか。あみたちはどうなるんやろ。まだじゃあまだ世代交代できるってことなのかな。もしさ誰かが、まあ、もし誰かが急遽の中で誰かが昇格したとしたらどうなるんやろあみたち。新チームコーナーさせて知らないの、あみたちあんま言われないですよね。まだ入ってないからチームに。一応その何いつかはやったりするのかなみたいな分からへんけど、まあそれいつかは今のやついてやらせてもらえるかもしれへんから、一応なんかリハ何この日にこのリハやりますよみたいなやつはもらってるけど、そのまとめられたやつもらってないね。うん、研究生に一部の練習も進行無事に多分10人だと思いますよ。まだもう16人になるんかな、また16人多分もう踊られへん。だってもう10人でやばいもん。もう渚最高とか16人になったらやばいことになっちゃう。劇場公演ではもう事故りまくりになっちゃう。そうなんかな、そっちなのかな。そしたらさ急遽の人数もだんだん足りんくなっていくよな。今でも結構いるねんけど意外と足りないんですよね。でもこの子が連続で出たりとか、この子が学校やからこっちの子がもう連続で出たりとかが多いから、10人ぐらいが見やすくていいな。そうですよね、16人もいたらさあのかぶりまくって見えないですもん、ね、ここってこの子みたいのにこの子とちょっとかぶってるってなりそう。自分の人体なんかまだ悪くないよ。確かに7期から16人くらいじゃん。確かにな、そうか、7期生さんも10人やった。めっちゃちょうどめっちゃコロナ禍の時期じゃなかったですかそれ。だからか分かんないけど6チーム体制で8人ぐらいやったっけです。
すよね。一チームもそんぐらい。6チームやからあれですね、公演は絶対出る感じになりますよね。そもそも16戻したいかな。いや戻さなくていいと思いますよ。戻さないでいいや、いいかなって思ってると思いますよ。もしかしたら来てくださる人数が増える分来てくださる方が多くなるかもしれへんけど、でもそんな絶対ジークールに決まってるじゃないですか。38年くらい、そっか、16人くらいすると DDM が大変。そうなんですよ、あの一つの公演でもさ全員推してる時あるのに16人になると絶対的に出ることになるから、うちはどうしようみたいになるよ。まず1名の10人、あじゃあもうその時点で16人は無理なんか。初めは16人だったんですもんね、あの人数が多かったから16人でも生きてたんか。でも劇場の定員は決まってるから人数増やしてもかし、ん2しかない。確かにね、そう確かにそれはそう。でも正直戻したいと思ってないのかもしれないね、運営さんたちも。これ人数少ない方が管理が必要する。確かにお弁当の数とかもありやしね。減るしね。それを考えたらそっちの方がいいかもね。前回ん？なんだっけ、あの前回8、6チームか、6チーム対戦の前はまだあれですよね、まだ確か16人ですよね、まだうんうん、井上たちかぶがお弁当持てなくなっちゃう。確かにどうしよう、多い持てないってなっちゃう。的に教えてくれ、メンバー的に多分10人の方がいいと思う。してあのまず人数が少ないからまだ動きやすい。でも10人でもちょっとここむずなんか遠いなとか難しいなとかがあるから、16人になると余計むなんかもう無理で取られへんからちゃうみんな。チキティア研究世界が16人NNB は結構前の前くらいから 10人ですね。今でも一緒ですね、4枚今日のクリちゃんもいいな、確かに10人でも結構さいろんな推し出るとき出てるときあるのにさ、16になるとさ元出るってことやろ、やばいやん。ハミたちも死んじゃう、もうやばい、もうどうしよう。なるね、
楽しみです。ありがとうございます。サボらないで。まあまあまあ、まあ、この朝だとサボりたくなりますよね。歯が生きるとか、もうそれや、一番やばいのそれや。ぎゅうぎゅうや、多分着替えられへん、あの服を取られへんくて。10人でもさ、10人でもまだきついな。じゃああやみたちはそのもともと衣装かけてある先輩さんが使う、先輩さんたちが使う内側に置いてるから余計すごくやってるよな。もうちょっとちょっとどうやっちゃう。さあ、した最近さ、そう、ちょ、これさ、この話題決まってからずっと話したかったことあるんだけどさ、最近あの、GMN さん、今のね、GMN さん、MSN ビートさんあるじゃないですか。最初、まあ、なんだっけ、まあ、普通に、まあ、セトリ決まって、で、最近のやつで、チーム曲も追加されて、で、まあ、その公演をやるようになって、また新しく、結構最近、まあ結構最近ではないけど、あのいろんな曲、各曲一曲ずつ増やしたじゃないですか、増やしたじゃないですか。あの N さんはチームの味方じゃないヒーロー、えじゃあ正義の味方、チームじゃない正義の味方じゃないヒーローで、M さんは恋は災難か、ん、ちゃ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 、あれなんだっけ、名前出てこへん、なんだっけ、やばい名前出てこへん、え、どうしよう、あれほんまに出てこへん、まあまあ、え、存在、え、違う違う、ん、存在してないものなんてあったっけ。そんな曲まででも、え、そんなんやったっけ、そんなんやったっけ、まあでもビーズさんはビーズさんはオネスト様が増えたじゃないですか。あれみんなさん、どれが好きですか。そのえ、私はその何、そのM さんの曲一個増えてから、え、これ増えたんや、やば嬉しい、結構好きな曲多い上にさらに好きな曲が追加されて、で私あれめっちゃ好きなんですよ。だからめちゃくちゃ N さんやってみたい。どうでしたね、あ、合ってたよかった。で B2 さんのお姉様は一回ね、789ライブかなでやったことあるんですよ。あれ結構好き、はい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 とか好きです。正義の味方じゃないヒーロー好き、おお正義の味方じゃないヒーローか、なんか面白いですよね、曲名もなんか正義の味方じゃないのに、ジュニーの時もユニリの時も曲、どうやったんやろ、あやみ、ちょうどあやみあれやからな、
公園に行き出したのはケンマートさんあたりからやから、その6チーム制になった時からやから、分かんない。だからあれですね、めちゃくちゃビビアイドル公演行ってました。キューキービーあちゃんビーチームビーわしのキューキービーチームえ、わかります、やりたいよねあれ、めっちゃ好き。キューキーやったらもうすごいことなりそうだね。おもうちょっとドアルどうしようかな、一旦男女、あれ今までは男女呼んでたっけ、久しぶりすぎてなんかちょっと怖い。一応男女呼ぶか、で切らずに行こう、いつも切ってはなかったの覚えてるね。いや、いきます。13位あやなちゃんありがとうございます。12位ちょちよさんありがとうございます。11位こまみるさんありがとうございます。10位なるさんありがとうございます。9位ふろしきさんありがとうございます。8位たからのさんありがとうございます。7位オーナフヒトさんありがとうございます。6位としまるさんありがとうございます。5位たつにんやさんありがとうございます。4位高本さんありがとうございます。3位ヨモくんありがとうございます。2位よそよそさんありがとうございます。そして1位はなつきさんでした、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございました。ああありがとうございました。はい、ではとりあえず7時ぴったになったら最初の配信も普通の配信にしますね。あ、そう、次のメンバー忘れてた、次のメンバーはチャカチャカチャカチャンリオピです。はい、今日の夜ですね、今日の夜にリオピがやります、夜担当ですね。皆さんよろしくお願いします。あの夜からはまた違うテーマなのでね、皆さんお楽しみに。これって何歳から出るか、いや多分ないですね。うん、みんな小5からは入ってた、分からへん。今日早かった、なんかそうなんですよ、今日ナンバー私は携帯作戦のあれだったんで6時半からでした。そう、でもそうなんですよ、私今日で、私なんか今回の週が私が最後なんで同じ日なんですけど夜はテーマ変わります。はい、お7時だった、じゃこれアミタの通知7時ぐらいにできるな。はい、じゃあテロップ変えよう。違う。でもだんだん寝てなくなりそう、確か。でも政治側が出ましたちょっとまあ見たありがとうって感じやね。ラストやったら、そう、私が今回の週ラストだったので、はい、夜はもう違うテーマなんです、で違う週になります。今日は学校学校、でも今日金曜日ってさ、なんかすごくない？なんか普通に昨日公園やったからさ、めっちゃ木曜日の気分や、今日は早く感じる。
つもない平気な胸長しゃべります。もう体育祭の練習でさ、ほんまにやばい、塗りたくってる。いつもまあこれ見ながら走るとありがとう、盛りだくさんだね。明日は土曜日、明日はちょっとね楽しみなことがあるんですよね。休みの日なんでね、入れれるうちに予定いっぱい入れとこうみたいな感じでもうバンバン行ってるからね。今のところ、友達ととか、まあ普通にママととか、もう決まっ、なんかまだまだ期末が始まる前で、忙しいことのない今の期間の間にいっぱい予定を詰めておいて、またあれですね、え、まさす、え、すごくない？なぎささんの卒コン終わったら10日後ぐらいに、そう、13日後ぐらいに、2週間後か、約2週間後にさ、元日公演だよ元日公演は、まあ、あるか、あるとして、もし分からん、まあ、あるか、絶対に9期特別公演はあるじゃないですか1周年記念、何の曲やと思うか、みんなでもう予想してます。何倍はやるだろうと、何倍はさすがにお披露目曲ですしね。で、まあ世代交代でやってる曲を何個かやったりとかするんかな的な話を話してます35分くらい、ごめん、確かに、そうやねん、そうやねん、そうやねん、普通にもしかしたらあるかもですよね。なぎささんの卒業記念とかさ、まつげだけあげとこう分かった、おお、おーって踊るコードじゃないけどな左側？あ、これあれ、こっちか、こっちやんなあの、これあれです、一生のやつですあのね、コキンちゃんがちょっと出ちゃってたので、あの、昨日ね、公演の時ロッカーに出ちゃってたので、ちょっとポーチが一番下に取り出しにくなかったので、とりあえずカバンのポケットにいたんですけど、そのカバンのポケットが遠くなのでちょっと取りにくくなりました。みちゃんのその闇は解けたがんですね、やばい、でも絶対何倍やるくらい何倍はやると思いますよね、皆さん、さすがに、さすがに誰もが何倍はやるやろって思ってると思うんですよ。あとはまあ休憩、うん、
研究生っぽくいくならジェネレーションチェンジやし、旧期っぽくやるならアルドレ、アドレ、思春期の、思春期のアドレナリン。やばい。やると思うんですよね。どうなんやろかね。ナンバーアイ。ナンバーアイやばい、マジで。うろ覚えかもしらん、もう。なんかもう1年前って怖いのし、もうむずすぎて、そん時覚えて、ちょっとそん時はその何頑張るぞ的な、何やろ、いったー、ナンバーイレベンジ、そう確かにやりたいやりたいやりたい、待って17人で絶対やりたいな、待ってあれさ、あそっか、確かにそっか、前回あれか、前回ってか元日あれか、リベンジバージョンか何倍、え、てか特別公演が何倍になるのか、じゃあ特別公演がリベンジになるのか、そもそもそれは嬉しい、マジみんなずっと手洗うがヤクルトしとかないとか、フフ平平雪乃、そう平平雪乃ピークと僕が負けたやつやばいね、ちょっと一瞬忘れかけた、名前出てこんくいこと多くない、結構その振りとか曲歌詞歌は分かんねんけど、たまにあれが出てこへん、曲名が出てこへん、あれあるよね、もうほんまに、中に入ったな今度は、じゃあやばい、ほんまに誕生日もないと、誕生日の方がいいよね、多分あんま変わってないか、変わってない、そもそも変わってなかった、え、じゃあ変わってるか まあいや、でも読もういきます、13位あなちゃんありがとうございます、12位チョチオさんありがとうございます、11位コメルさんありがとうございます、10位ナルさんありがとうございます、9位風呂敷さんありがとうございます、8位宝野さんありがとうございます、7位おうなふひとさんありがとうございます、さっき言ったのに、6位としまるさんありがとうございます、5位たつにやさんありがとうございます、4位たかまささんありがとうございます、3位よもくんありがとうございます、2位よすよさんありがとうございます、そして1位はなつきさんでした、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、
ございます。ありがとうございました。では学校に行ってまいります。はい。初めて筋肉痛になったか。はい、ありがとうございました。明日はどうし、明日ちょっと遅めでもいいですか。はい、ああ、全然明日配信じゃなくないけど、まああったら10時から配信します。はい、もしかしたらあれかもしれない、レッスン上かもしれない、配信場所は。よろしくお願いします。朝10時ですね。はい。よろしくお願いします。明日10時いける、朝あ、よかった、朝か。もう昼よりいいかと思った。ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。バイバイ。